それではやっていきましょう。シンプルなコード進行でピアノの弾き方を変えるとどのように変わるか、ビフォーアフターでやってみたいと思います。それでは今回もキーを C にしてやってみます。コード進行は F、 そして C、 そして G、 Am、 キーが C の4、1、そして5、6マイナーという非常にシンプルな進行になります。 F、 そして C、 G、 Am、 F、 C、 G、 Am、 非常にオーソドックスな流れですね。作曲のアイデアとして使えるように、まずこのコード進行にメロディーとちょっと歌詞を、当てはめてみますね。退屈なことばかりがさ、埋め尽くした日曜日のここ、綺麗なものを一つずつ投げ捨てて明日へダイブしよう。このようなメロディーと歌詞を作ったとして、これにピアノのアレンジを加えていきましょう。歌詞を書きますね。このような歌詞になりました。今回使うアレンジとしては、ピアノのコード進行のタイミングを変えるというものになります。今、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォーというふうに、全部、1、2、3、4、1、2、3、4と頭でなっているので、やはり動きがやはりないんですよね。これに対してコードチェンジのタイミングを頭から裏に変えてみます。そうするとこのようにタタ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 、コードチェンジとしてアクセントも一緒で F から C、 ここでコードチェンジが入るようにします。次も、次も裏ですね。今までワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォーだったところを、今度は8を入れて、8の裏でワン、エン、ツー、エン、シー、フォー、エン、ワン、エン、ツー、エン、シー、フォー、ワン、エン、ツー、エン、シー、フォー、ワン、エン、ツー、エン、シー、フォコードチェンジのタイミングを半拍ずらしただけなんですけど、これだけでグルーヴ感が出てきます。歌ってみますね。退屈なことばかりがさ、埋め尽くした日曜日の午後、綺麗なものを一つずつ投げ捨てて明日へダイブしよう。というふうに、本当にこれだけなんですが、随分変わった流れになると思います。ではさらにこれにメロディーを加えてみましょう。メロディーを加えるときにはいつもやっている上でペダルノート、これをやります。ペダルノートは今回キーが C なので C をベースにしますね。そして今度は順番にこの F から F、ファーミーレードというふうに今度は動いていく。 F、C の音はずっと継続です。そしてここのタイミングで F、E、そして D、C というふうに今度は、コード全体を弾くんじゃなくて削りの作業ですね。 F コードをまともに、これはコードは弾けてますけど、やはりストーリーとしてはまだ面白みに欠けるので、今度はメロディーとしてファーミーレードとトップの音はドをずっとキープする。そうするとファーミーレード
というのでいきなりストーリーができましたね、これで歌ってみましょう。退屈なことばかりがさ埋め尽くした日曜日の午後、綺麗なものを一つずつ投げ捨てて明日へダイブショというふうに、もうやっぱりビート感が出てノリが良くなったと思います。最初がこの状態、そして、1番がリズムのコードチェンジを8分の裏にして、そしてこのタイミングはこのまま使い、トップに C の音、ペダルの音で入れて、内声をファミレドと変えていく。そうすると、というふうにいきなり華やかで、そしてかっこいい流れになったと思います。このようにシンプルなコード進行でもアレンジを施すことによって楽曲のクオリティがガンと上がりますので、いろいろ試してみてください。それでは失礼します。ダイレクトラインスタジオでは体験レッスンを行っております。ギター、ピアノ、ボーカル、そして作詞作曲など一人一人のやりたい内容をマンツーマンで丁寧に教えます。ピアノ弾き語り教室のホームページから体験レッスンを受け付けています。ぜひご応募お待ちしております。